やこの軍事のやつも顔の垂れ子をすぐっとめくった。途端にに前をふらふら歩いていたその女の人がひょいっと振り返ってみたと笑った。軍事も驚いたが、かごやも驚いたの驚かねえの、出たーってえとそのまんまかごほっぽらかしていなくなっちゃった。冗談じゃねえや。人の一年ってのは恐ろしいもんだ。そういや気のせいか、さっき死刑を着込んだ隅田の川、気のせいだとは思ったが、川もからプーッと思ったが、あれはやっぱり火の玉だ。吉原の方角へ飛んできやがった。メイドの旅は娘と一緒のつもりかよ。これからとても深川までは行けねえや。約束の金は欲しいがな。あの顔を今見たばっかりで、明日三両の金もらえやいいや。これから戻ろう。これが誰だって君が悪く思うのは当たり前だ。さすが悪友のやっこの軍事だ。怖くなったもんと見えて、そのまんま大門をくぐりまして、江戸町二丁目岩井屋、吉原にだって数多い遊女屋はございますよ。ですから遊女屋といったってピンからキリ。この岩井屋なんというのはそんな上等な女郎屋じゃがないんだが、ましてこんな雨の晩、試験の昇進が鳴ったがどですから、表を通る人もなく、店先の明かりは落ちて、車の中はしーっとして、